藤原春勢下碑、またやみむ、片野の斧の桜狩り花の雪散る春の曙けぼの、愛知県鎌郡市竹島園地の藤原春勢、郷像。あずま鏡に、竹やカバノ型層の開発領主として、三位春勢の名がある、藤原春勢は、平安時代後期から、鎌倉時代初期の句家、歌人。名は、夕食読みで、春勢とも読む。藤原北家ケミコヒ 県中納言、藤原俊忠の子。はじめ過重自流藤原秋頼の勇士となり剣広を名乗ったが、後に、実家の御子左家に戻り、春勢と改名した。法名は、釈は。最終官位は、肖像位、皇太后宮大部。潜在若衆の先者として知られる。十歳で父と死別し、飛ば院近親であった、義兄 藤原秋織の貢献を得て、国史を歴任したが、以下は18年間15位下のまま停滞した。天章、長生期、学府藤原ためただしが主催する二度のため、ただいえ百首へで営するなど英作を本格的に始め、法演4年、藤原元都市に指示。法演6.7年には、自らの不遇への悲嘆出家への迷いなどを、十回百首に歌い上げる。 旧安百種の栄心や部類を命じられるなど、ストク天皇の治遇を得る一方、美福門院の目の徒語である美福門院加賀と再婚し、旧安元年以降、美福門院の御宮により少女されるようになる。方言元年7月の方言の乱により、ストク院加団が崩壊。方言4年二条天皇が、代理家会を再開したが、二条天皇は、当時の、歌の家であった六条。 藤井家の藤原清介を徴用した。忍何元年春勢は念願の苦行となり、翌年三子左流に服す。その後、住吉社歌合わせ、広田社歌号などの社頭歌合わせの繁者を務めるが、安元2年9月赤病悪化により出家する。安元3年に、藤原清介が没し自称2年、九条金座根と、初めて会談九条家家壇に死として迎えられ。 右大臣家百首などを栄進する。樹栄二年後白河院の院前を受け、文治四年第七直戦州、潜在和歌集を、先進、名実ともに、下壇の第一人者となった。文治5.6年には、高大神宮、春日、鴨、住吉、日吉の五社に百首家を奉納。研究4.5年頃成立した、六百番歌合わせ、では、 六条藤江と巫女左家の家人たちがその威信をかけて激突した。正治二年以降花壇を形成した後鳥羽院の命により、正治書道百首、千五百番歌合わせ百首等を栄進。兼任元年和歌賞よりうど、兼任二年、千五百番歌合わせの瞬間第三点四巻の繁者を務める。 県人三年ごと倍により九十が円を賜り、鳩杖、報復等を贈られる。元旧元年秋、擬音社百首、十一月十日、春ス社歌合わせと最後まで英作を続け、同年十一月三十日九十一歳で生涯を閉じた。歌集に、聴衆映像、春贅歌集等があり、聴衆映像は六歌集の一つに数えられる。 鹿若州以下の直線州に414首が、再録され、その数は、貫き定歌に次いで歴代歌人3位である。科学書、集家線に、古来風から出将、古今のんどう、万葉集時代行、生字総上、36人歌合わせ等がある。花風は、高く住みたるを先としてあでなる様もあり、優しくあでに心も深く哀れなるところもありきと。 表されたように拡張高く深みのある、余剰美を特徴とし、古歌や物語の情景、心情を歌に移し、奥行きの深い上手を表現する、元歌取りや、本節取りなどの技法を確立した。歌合わせの藩士の中で用いた、有言、縁は、歌道から、能楽茶道をはじめとする日本の芸能に影響を与え、中世を代表する美的理念となった。 また門下からは息子、帝家をはじめ、若連、春勢京女、藤原家隆、言葉院、九条義経、四季市内新郎など優秀な歌人が輩出し、指導者としても新古今家風形成に大きな役割を果たした。平野清盛の末帝、平忠則は武勇に優れていたが、春勢に支持し歌人としても才能があった。樹齢2年7月に、 平家一門が都落ちした後、忠則は、従者六人と共に都に引き返し、春勢の屋敷を訪れた。落ちうどが帰ってきたと動揺する家人たちに構わず、対面した春勢に、忠則は、騒乱のため院前がさたやみとなったことは残念です。騒乱が収まれば、改めて、直線和歌集を作るようにとの院前が出るでしょう。もし、 この巻物の中にふさわしい歌があるならば、直線和歌集に、私の歌を一首でも入れてくださるとあの世においても、嬉しいと思えば、遠いあの世からお守りするものになりましょうと、集歌と思われる歌、百欲美が収められた巻物を春勢に託して、立ち去った。翌年にただのりは、一の谷の戦いで戦死した。その巻物に直線和歌集にふさわしい集歌は、 いくらでも収められていたが、ただのりは直感の人だったので、春勢は、ただのりの歌を、読み人知らずとして一種のみ、潜在衆に載せた。その過護があったのか、すでに七十近かった春勢はさらに二十年余り、生きた。源の年寄りの子としえが、魚影の中ではどれを優れた歌と思いますか、と春勢に尋ねたところ、春勢は、 言されば延べの秋風見に染みてうずらなくなり、深草の里をあげた。としえは、世間の人は、面影に、花の姿を先立てて、幾重小えのぬ峰の白雲を優れているように、申しておりますがと言ったが、春勢は、よその人は、そのように定めているのかもしれませんが知りません。自分では、言さればの方が優れていると思うと答えた。としえはこの話を、 弟子の鴨のノ町名に聞かせた後、ユーサレの歌は、身に染みてという第三句がとても残念だ。景色、雰囲気を、さらりと言い流して、ただ暗に身に染みたでやろうと思わせてこそ奥ゆかしく、優美なのにと内々に批判した。春勢は晩年、ユーサレの歌について、特筆すべき歌ではありません。ただ、伊勢物語で、深草の里の女が、 うずらとなりてといったことを踏まえて初めて歌に読んだのが、ストクインの栄冠に預かったため、記憶していただけですと述べている。定下はため家をいさめて、そのように衣服やヤグを取り巻き、火を明るく灯し、酒や食事、果物等を食い散らかしているようでは、良い歌は生まれない。防府卿が歌を作られた様子こそ誠に秀逸な、歌も生まれて当然だと思われる。 細くあるかないかの唐歌に向かい、すすけた脳死を、さっとかけて古い絵星を、耳まで引き入れ、競足に寄りかかって霧日よけを抱き声忍びやかに、営吟され、夜が不家人が寝静まるにつれ少し首を傾けよるごと、泣かれていたという。まことに尻を深く打ち込まれる姿は伝え聞くだけでも、その情緒に心が動かされ、涙が出るのを抑えがたいと言った。日付イコール旧暦 藤原の道長の夜叉後にあたり、藤原市北下町下流に属する、皇太豪具大部春勢に関するカテゴリー、ありがとうございます。